おはようございます。久しぶりですね。いやもうね、久しぶりですよ。前回動画やったのは何でしたっけ？なんだっけ。ちょっとそんな感じなので、あ、まあ、そんな感じですよ。今回は改めてちょっと日本ジャパニーズウイスキー総ざらいして、ええ、ちょっと復習しながら、確かにジャパニーズウイスキー全体の近況とか、うん、そういったところを、ね、お伝えしていけたらなと思いますけれども、ということで、はい、今年一番の、まあ、ニュースというかトピックスっていうと、うん、ジャパニーズウイスキーが何周年でしたっけ？今年で100年で、ね、はい、なんと100周年。これはもう記念すべき、ね、うん、年ですよ。その100周年というのは何をもって100なんですか？ですね、山崎の蒸留所ができて、うん、100年が経ったということですね。じゃあ山崎が第1号。そうです。山崎蒸留所って誰が作ったんですか？堀井慎次郎さんという方が、はい、サントリーの創業者ですね。創業者です。まあ、元はコトブキ屋っていうところから始まっていって、2代目の佐治慶三さんがサントリーに名前を変えたんですけど、語ると長くなってしまうのはすごいあるんですけど、僕歴史担当やってますんで、よかったらそのホームページの方でもいろいろと歴史見てみていただければと。話戻すと、100周年っていうのは、はい、サントリー社にとってやっぱ記念すべき100っていうところがやっぱ大きいですよね。そうですね、うん、であと皆さんご存知と思いますけど、鳥居慎次郎と一緒に、まあ、日本で初めての蒸留所を作ったのが竹鶴正隆さんですね。はい、この2人っていうのはやっぱ日本の、ね、ウイスキーの歴史の中では、まあ、外すことができない、もうまさにおっしゃる通りで、うん、まあ、そもそも竹鶴正隆をスコットランドに修行にさせに行った岩井喜一郎さん、岩井喜一郎ですね、はい、安倍社長の頃の摂津酒造の社長が行ってこいというふうに、うん、背中を押してくれていくんですけど、あの時のやっぱりスコットランドでの研修とか、はい、いろいろな蒸留所を見学して、ま、学んだっていう、はい、それがなければもう日本にね、今はほぼほとんどの蒸留所がスコットランドの作り方を真似して作っているわけですけど、その原点ですよね。そうですね。竹鶴正隆さんが行ってないと日本のウイスキーはもしかしたらもうちょっと遅れていたかもしれないというふうには言われておりますね。はい、今ジャパニーズウイスキーがもう年々増え続けてまして、はい、何軒になるんでしょうね、蒸留所がね。そうですね、ジャパニーズウイスキーディクショナリーのうちのサイトの中では、はい、59箇所もうそんなにできました。でおそらく、まあ、これからできるところも入れると60を超えてきていると。もしかしたら70とかまで、ね、いってるかもしれないです。そうですね、うん、ちょっとじゃあ北から、南まで確認していきましょうか。はい、確かにお願いします。はい、まずは北は北海道ですね、はい、北海道で一番有名なのは余市か。余市ですね。余市ですね。余市蒸留所。まあこれは当然ですよね。はい、あともう一つ。厚岸が。こちらですね。はい、厚岸蒸留所。蒸留所。いろいろ語りたいことはありますけど、ちょっとそれは次回に取っときましょう。まあ、北海道自由ウイスキー。あ、ありますね。で、実はまあすごく昔からジンを作ってたんですよね。あ、そうですね。うん、せっかくなんで、はい、お見せしましょうか。これがね、北海道自由ウイスキーが作ってたジンで、うん、クラフトジン9148、はい、で当時北海道自由ウイスキー紅桜蒸留所という名前でスタートして、自由ウイスキーっていう書いてるぐらいだからウイスキー作るんだろうなって僕は見てましたけど、うん、はい、なかなかウイスキー作りは始まらず、そうですよね、まあ、今に至ってるんですけども、はい、どうやらマオイ蒸留所とか、はいはいはい、千歳の方にできる蒸留所とか、うん、その辺の、まあ、プレイヤーとこう関わりがあるのか、まあ、ちょっとこちらが主で動いてるのか、そんな感じっぽいんですよね。だから、まあ、満を持してウイスキー事業にも これから入ってくるんだろうなっていう感じです。なるほど、うん、まあ、ジンのクオリティすごい高いから面白いですね。美味しいものできそうな感じはありますね、うん、あとは、たまに話題になりますのがニセコ、ニセコ蒸留所、うん、ニセコ蒸留所もね、まだメイン
メインというか、まあ、ジンがオホロジンですよね、はい、がリリースされていて、ウイスキーはまだ製造中なんでしょうね。そうですね、うん、ニューメイクもまだ出てない、ニューボーンもまだ出てないですもんね。そうですね、出てないですね。この間、ジャパニーズフェスティバルに出てたのがライスウイスキーですかね。あ、そうでした、うん、そうです、そうです、そうです。あともう一個、北海道は利尻のカムイウイスキー、はい、すごく小規模な蒸留所の今後どうなっていくのかは、まあ、ちょっと注目していきたいな。最北端でしたね。最北端の蒸留所でしたね、はい。次は東北エリア。東北、はい、東北エリアというと宮城京。そうですね、うん、宮城京蒸留所は外せないですね、うん、次に思いつくところありますか。笹の川、歴史的にはそうですよね。そうですね、歴史的にはジウイスキーの、はい、チェリーウイスキーでしたっけ。チェリーウイスキーです、うん、はい、ね、昔はチェリーですごく人気を博したと。ここも注目の一つですね。そうですね、賞も取ってましたしね、うんうんうん、はい、そしてもう一つ挙げるとすればユーザー蒸留所でしょうね、はい、山形県ですね。山、そうです、山形県です。山形の金龍、爽やか金龍をもともと作ってる会社でしたね。そうですね、そこがウイスキー作りを始めて美味しくなるまで売らないというぐらいのこう頑固な佐々木社長だと聞いてますけども、はいはい、いやそれがなんかなんていうか一つ の、 この消費者としてはすごい安心感がありますね。ありますね。だって満を持して出したっていう風なわけじゃないですか。リリースに至ったってことは、うん、うまいもんできたっていうことですから、やっぱり次が早く欲しいですけど、うん、じゃあちょっと待つよって思っちゃいますやっぱり早く出してよとは思えないですもんねそうです、そうです、でしかしながら本当に情報が出てこないですよね。そうですね、うん、本当に他のクラフトは全部ではないですけど一生懸命 PR してる中でもう唯一ユーザー蒸留所は PR ゼロ、うん、なのにみんなの期待をこうもうある意味でちょっとした幻のウイスキーぐらいの。そうなんですよ、そのミステリアスな感じがまた消費者の心を、ね、くすぐってくる。くすぐりますね、いいですね、うん、関東エリア、これはもう、まあ、もう絶対的な、はい、埼玉といえば、はい、秩父蒸留所、はい、うん、もう秩父蒸留所だけでいいんじゃないかなっていう感じはしますけどはい、はい、あとは、木内酒造、はい、うん、日立のネストビールを作っている会社さんがウイスキー作りをもうあれですよ、結構長いですよね。そうですね、うん、あそこ2017ぐらいからやってるのかな。あ、そうです、そこもそうですね、うん、で先日、日の丸ウイスキーをリリースして、はい、今に至っている感じか、まあ、引き続きどんなウイスキー作ってくるのかっていうところですね。そうですね、うんうん、中部地方は相当数ありますね、うん、多いですね、中部特筆するのは、まあ、白州か、まあ、そうですね、うん、白州は都道府県でいうと山梨か。あ、そうですね、山梨県ですよ、はい、北斗市か、うん、そして、まあ、次でいうとマルス、うん、信州蒸留所、信州、うん、あとまあ静岡とかも中部地方に入ってくるので、うん、キリンの富士山麓、うんうん、御殿場蒸留所か。そうです、富士御殿場蒸留所か。富士御殿場蒸留所、うん、ですよこの間ニュースありましたけど、いよいよシングルモルト、はいはいはい、ジャパニーズウイスキーをキリンが発売するみたいですね。いいですね、楽しみですね、うん、どっちかっていうと今までグレーンメインでやってるイメージありましたから、はい、もうグレーンのイメージしかむしろなかったぐらいの勢いですけどね、うんうんうん、どんなウイスキーになってくるか楽しみですね。そうですね、あとは最近のところだと、静岡と、はい、静岡蒸留所、ガヤフロか、ガヤフロ、うん、北陸もここに入るのか。うーん、北陸も入ってくるとサブローマル、そうですね、とかあとは、まあ、知多もそうですし、はい、とか新潟とかも入ってくると亀田、はいはいはい、蒸留所、はい、うん、この辺も入ってくる、うん、とグレーンで、グレーン作りでちょっと今話題になっている吉田伝在、はい、これも中部地方ですね。そうですね、すごいジャパニーズフェスでは吉田伝在さんが一生懸命ニューメイクを、ね、試飲されてましたよね。僕もちょっと飲ませていただきましたけど、すごい使いやすそうなっていうか、これからすごい楽しみな、はい、感じがしましたけど。材料はコーンですよね。コーンでした、そうですね、はい、グレーンでいうとあれですね、小政鹿之助
カノスケも作ってますけど、あっちは大麦が 100% 原料になってるグレーンなんで、うん、味わいが全然違いますもんね。そうですね、どっちかというとやっぱりコーン由来のちょっとライトな感じの、うん、でしたね、はい、うん、意外と少ないんですね関西。そうですね、うん、山崎蒸留所ですね関西といえば。関西といえばですよ、うん、はい、大阪と京都のちょうど境にあると。あとはまあ昔からあるので言うと明石で有名な映画島酒造、はい、あとは長浜蒸留所ね。長浜ですね、あとは海峡蒸留所、ね、ここもちょっとどういったものを作っているのかいまいち見えないですよね、まあ、そうですね、うん、なんか観光を知りったら楽しそうな、うん、いろんな受け入れ体制が整っている、あれがありましたけども、うん、作ってはいらっしゃるんだろうなっていう感じですよね。丹波蒸留所はもうシングルモードも出てましたね。あ、そうですね、木桜、うん、うん、まあ、さすがですよね、木桜さんがやられてるわけですから。そうですね、うん、慣れてるというかしっかりしてるっていう、うん、で中国地方に行くと、まあ、一番は桜尾でしょうね。そうですね、桜尾、桜尾蒸留所、うん、あとは倉吉蒸留所。あ、そうですね、倉吉さん。倉吉蒸留所はどうなんでしょうね。まずちょっと一回見学に行ってみたいですね。ですね、ポットシールが実際にどう稼働しているのか、うん、自分の目で見てみたいですね。できればニューメイクなんかもね飲ませてもらえると面白いですね。四国は今一軒もないんですね。唯一ウイスキー蒸留所がないチャンスですよ。蒸留所やりたいと思ってる方いらっしゃったら四国、ね、四国で作られるウイスキーがどんなウイスキーなのかっていうのは、いやね、面白いですね。ですね。で意外ともうウイスキーアイランドになってきてるんじゃないかっていう九州、はい、すごいですね九州も。10カ所か、もうそんなできたんですね。もっと増えているか増えていくかもしれないですね。そうですね、歴史的にはやっぱりあの本坊酒造の本拠地が鹿児島ですから、まあ、一番はやっぱ津抜、そして、まあ、同じく鹿児島の鹿之助、うん、この辺でしょう ね、本命的には、ね、そして新たにこう始まっているのがお鈴山。あ、はいはいはい、うん、で西酒造の御嶽。うん、あとはマルス、本坊酒造が全面的に技術指導、技術支援をしているというのが山鹿蒸留所、うん、こちらもすでにニューボーンをいただきましたけど、かなり品質いいなって感じましたね。いやですね、これが熟成されていったらもうね、美味しくなるしかないので、ないですね。あとは沖縄のヘリオス酒造が毎年巨田ですね、うん、出してますよね。そうですね、うん、巨田もね実際どういう風に作ってるのか興味ありますよね。そうですね、もともとだってあれですもんね、うん、泡盛を作っているところ、あ、リリースしているところですもんね。そうですね、うん、泡盛の設備でウイスキー作ってるのか、まあ、他に新たにウイスキーの用の、ね、設備を作ってるのか、うん、気になりますね。そうですね、そうですね、沖縄エリアでいうと比較対象じゃないですけど、やっぱり南国のウイスキーとしては台湾、はい、カバランウイスキー、カバランウイスキーが熟成年数表示せずに、まあ、品質の高いウイスキーを出しているのと同じように、九州のウイスキーも3年4年でもだいぶなんか熟成してるなっていう感じありますよね。そうですね、これあの、まあ、ちょっと聞いた話なんですけど、うん、北と南で同じ樽を分けて熟成させた時に、うん、2倍違うらしいです、北と南では。だいぶ違いますね。南の方で熟成させるともう使えるんですけど、うん、北の方で熟成させるとあと3年か4年待ってっていうぐらい違うって言ってました。これはすごい面白い情報だなと思いました。北っていうと、まあ、最近だと厚岸ですけど、はい、北だとやっぱ熟成の時間はかかっちゃうわけですよね。そうですね、うん、熟成の時間の速さっていうのは確かにそうなんですけど、やっぱ熟成の仕方はやっぱり別なんで、やっぱり非常に興味深い部分ではあるとは思いますけど、単純にね比較にはならない。そうですね、南に行けば行くほどトロピカルとかっていう表現よく使いますよね、まさに、うん、はい、ちょうど昨日届いた、まだ箱に入ったままですね。あ、はいはい、カノスケのアーティストエディション、うん、これも3年ちょいなんですけど、うんうん、今回 PX シェリーバットなんで、はい、当然ながら赤くなるだろうなとは思いましたけど、すごくないですかこの赤さ。もうね、はい、あの醤油ですよね。これは熟成のスピードが速いからこうなってるのか、樽由来のものなのかはちょっと分かりませんけど、
3年でこの色になるっていうのはちょっと僕は相当びっくりしましたね。そうですね、これを何も知らずに見たら着色してるとかって言われてもおかしくないぐらいの色の出具合ですよ。味もしっかりテイスティングしましたけど、シェリーのベリー感がすごく出てて、かといって後からカノスケ由来のこう独特の味わいとかテイストも出てて、すごく面白いウイスキーだなっていう感じでしたね。そうですね、僕もちょっと飲みましたけど、やっぱ美味しかったですね。ペドロ・ヒメネスってこういう感じになるんだっていうのが面白かったです。じゃあそんな感じで日本全国ウイスキー蒸留所ができてますけど、はい、じゃあ次のテーマに行きましょうか、ね、はい。